野球選手の中には、タバコを吸う選手もいます。今回はプロ野球のタバコに関するエピソード50選をご紹介します。WBC の監督を務めた栗山英樹氏が現役時代はタバコを吸っており、試合が終わり、移動のバスに乗った瞬間に煙で車内が真っ白になった。 栗山氏は大学時代に教育学部の所属であり、体への害やトレーニングへマイナスなことを学んでいたが、ストレス解消を言い訳に止めることができなかった。そんな栗山氏がタバコを止めることができたのは、監督業で試合中にその場から離れたくなかったから。千葉ロッテマリーンズは2023年シーズンから、日本球開発の全面禁煙を導入した。選手だけではなく、首脳陣、スタッフまで対象となり、勤務時間中は、球場施設内での喫煙が禁止された。 元巨人の監督、原辰徳氏は4番打者の岡本和真に禁煙を迫った。その結果、岡本は風紀委員長になった。さらに吉川直樹に対しても、タバコなんて吸っているから怪我をするんだ、と叱責。ただ、禁煙を進めるのは、日本を代表する選手になれる可能性があるから、という期待の裏返しだからということらしい。 中畑義は小浜監督時代に禁煙化を推進契約交渉時に黒羽保守に対して、禁煙しなければ背番号9を剥奪すると言い、禁煙を決意させた。巨人在籍時の党の党首は原監督から、先発ローテーション入りの条件は禁煙と言われたが、辞めるのも意思なら、辞めないのも意思と突っぱねた。その後、オリックスへトレードされたがそれが原因だと言われている。その後、戦力外となり、中畑監督のいる横浜に移籍、そしてついに禁煙を決意した。 非常にストイックな筒香選手ですら、モデル美女との熱愛報道時に喫煙の様子の写真も掲載されている。原監督、中畑監督は現役時代はヘビースモーカーの愛演家であった。桑田真澄は現役時代に巨人にロッカールームでの禁煙をお願いしたが、聞き入れてもらえなかった。しかしタバコを吸わない長島監督の就任により、即座に分煙化が進んだ。 当時のロッカールームでは喫煙が当たり前で、新加入の外国人選手があまりの煙の多さに勘違いして通訳に、火事だ、消火器を持ってこい、と言った。2004年ドラフト1位で日ハムに入団したダルビッシュはパチンコ店で喫煙していることが発覚。キャンプ地の沖縄から千葉の選手寮へ強制送還された。阪神時代の金本がベンチ付近で喫煙している姿が中継に映り込んでしまった。それ以来、ネット界隈では、 愛称である兄貴とヤニタバコを掛け合わせて、ヤニキと呼ばれてしまった。落合博満は、1日80本も吸うヘビースモーカーだったが、結婚を機会に禁煙、その結果、圧倒的な数字で、2年連続三冠王に輝いた。MLB では喫煙者が非常に少ないため、外国人選手が日本でプレーすると喫煙者の多さに驚かされるようで、なんでタバコを吸うのにあんなにスタミナがある、本当にタバコは体に悪いのかとまで疑問に思った。 中村武史氏が中日時代にタバコを買いに行った際に星野監督とばったり遭遇、星野監督は禁煙を推奨しており、中村は、先輩に頼まれた、闘争をついて逃れようとした。その後、先輩は誰じゃ、と厳しく問い詰められ、答えられず、本当のことを話した。その結果、ホテルロビーで鉄拳制裁された実実はは監督は真実を知っていた。 西武の金子は2020年3月に六本木での合コンが週刊しに路上喫煙している姿が掲載された。コロナ禍で外食禁止令だったため大炎上した。元阪神の糸井は年エピソードで有名であるが喫煙している写真がネットに掲載された。しかし40歳を超えても第一線で活躍していたことから、タバコをふかしているだけではと天然ならではの憶測がネットで話題となった。楽天の西川は、 ビースモーカーで1日で40本近く吸っているという、自慢の走力も2021年に盗塁王を取ったものの成功率が6割8分6厘と高くなく、年々盗塁数も減少していることから、喫煙が原因ではと言われている。巨人の坂本は、ワコポイ捨てを週刊誌にスクープされ炎上してしまった。その後、故障で離脱した際に原監督から、アスリートにタバコは似合わない、禁煙しなさいと叱責された。それに対し、分かりましたと回答した。 その後原監督がが坂本が喫煙している姿を目撃問い詰めると、タバコじゃありません、アイコスですと言って、原監督を呆れさせた。以前、ロッテは移動のバスが2台だったときに1台ずつ禁煙車喫煙者と分けられていたが、禁煙車が増加し、禁煙車が選手で満員状態となった。2席を1人で使うことが通常だったが、2人で座り補助席まで使っている状態で移動していた。 球団をを現状を変えるるためにに2台両方禁煙者にすることを決定しかし、喫煙者からの猛抗議を受けて、バス3台での移動になった。その当時のロッテは、ユニフォーム姿での喫煙を禁止していた。喫煙者はアンダーシャツと短パン姿になって喫煙をして、終わったらまたユニフォームに着替えていた。昭和のプロ野球では酒とタバコは必須のものであったため、選手名館にもその選手が吸っているタバコの銘柄が記載されていた。 当時のリリーフ投手にも愛煙歌が多く、ブルペンで登板を告げられると吸いかけのタバコを吸い切ってマウンドに向かう選手も多かった。元ソフトバンク監督の工藤氏は、選手時代からヘビースモーカーであったが、選手生命は長く実働29年間で歴代1位だった。日ハム新庄監督は、小学6年生からタバコを吸っていると SNS で発言、真偽は不明だが、本当だったら問題発言だった。 新庄監督は現役時代に喫煙しないとプレッシャーで集中できなかったと話しており、審判も新庄のタバコ待ちがあったらしい。ソフトバンクの今宮選手は試合中に喫煙している様子が映り込んでしまった。中継を見た視聴者からは配慮が欠けると炎上してしまった。巨人の中田翔選手は、チハム時代に選手間の飲み会を SNS に掲載。中田選手の前に吸い殻で一杯の灰皿があった。ファンから落胆の声ががあったがすいません タバコ吸うのは自分だけなんですよショーと返信した。名称で知られる野村克也氏は、南海の監督時代に、攻撃中はヘッドコーチに基本すべて任せて何もしなかった。いなくなったと思うと、ベンチ裏でいつもタバコを吸っていた。その時代にホームのクロスプレーで明らかにセーフなのにアウトと判定されたことがあった。抗議のためベンチを飛び出した野村監督だが、その手にタバコを持っていたのを忘れており、選手に呼び止められ気づいた。 野村監督はかなりのヘビースモーカーで1日3箱吸うほどだった。いつもタバコを吸っており、ミーティング中もタバコを手放さないほどだった。SNS のトレンドに一時期、大谷翔平タバコというワードが入った。実際は大谷翔平は非喫煙者で、紙タバコと電子タバコの二刀流、タバコ界の大谷翔平だと発信する喫煙者が一時的に増えたからだった。 イチロー氏はオリックス時代に先輩からのみの誘いを受けても断ることが多かった。それは、タバコの煙を吸って運動能力が落ちるのが嫌で、その時間があれば練習やメンテナンスに費やしたかったからだという。巨人、MLB でも活躍した上原は、県演下で有名で、好きな女性のタイプもタバコを吸わない女性と発言している。 平成の怪物と呼ばれた松坂は試合前に野球解説者と雑談中に解説者がライターを紛失したと話した際に、それはタバコをやめろということですと禁煙を促した。自身も犬猿家として有名だった。プロ野球唯一の400勝投手、金田最一は、そのキャラクターに反して現役時代に喫煙が当たり前だったにもかかわらず、犬猿家で絶対に体に悪いことはしなかった。 元巨人投手の三浦は、ある年に2勝11敗と成績が振るわなかった。願掛けとして翌年の正月から禁煙を決意したことを長嶋監督に話すも、そんなことするな、と叱責された。元中日の平田は、池江狭心症を発症後にニコチン、タールは含まない電子タバコを吸っている姿を自身の SNS に掲載 PR 投稿し、物議を醸してしまった。病気が原因で成績も悪かったことも影響していた。 現ロッテの吉井監督は、現役時代から極度の県営化として知られており、ヤクルト移籍後に愛煙家が多かったが、球団に抜粋同時の禁煙者導入を直訴、結果その後の分煙化に貢献した。1982年、西部の広岡監督は選手の生活管理を徹底して行った。禁酒、禁煙、健康食制限など、選手には厳しいものだったが、就任4年で3回リーグ優勝を達成した。 シカゴ・カブスに所属する鈴木誠也は広島時代に禁煙することに成功した。禁煙するきっかけは、加の地位を早めるためで、禁煙後はレギュラーをつかみ、球界を代表する打者となった。星野千一氏はタバコについて、そんなもん止められるかいスースはないでイライラするんじゃかえって病気にでもなるわいと発言、しかし、監督時代イライラして扇風機を殴り破壊した。 巨人、ヤンキースで活躍した松井秀喜氏は寝坊が多いなどマイペースなことで知られているが、一切喫煙はしなかった。喫煙者の選手が、ストレス解消のためと言っているが、プレッシャー、ストレスをあまり感じなかったからという理由らしい。元西武で監督、選手だった東大貞氏は喫煙歴42年だったが、自身に孫が生まれたことで禁煙を決意、楽に止めたいからと禁煙外来に通った。 プロ野球選手は種目のプロスポーツ選手に比べて喫煙率が高い、分煙化だけではなく、禁煙感になりつつあり、中には報道関係者も禁煙というルールを設けている球団もある。いかがでしたか今回は、旧選手のタバコに関するおもしろエピソードを50個ご紹介いたしました。皆様はどのエピソードがお気に入りでしたかコメント欄で教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。